こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。本日実験するのはこちら、私の大好きなアイス、パルムです。アイスの検証をいろいろしてきましたが、今回はこのパルムでどれくらい血糖値が上がるのか実験していきたいと思います。今回も血糖値の実験には二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで測定して検証していきます。フリースタイルリブレで測定した値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコースの濃度ですが、この値は血糖値と非常によく相関するため、私の検証ではこの値を血糖値と呼ぶことにしています。ご了承ください。フリースタイルリブレの装着方法、使い方については別の動画で解説しておりますので、そちらもぜひご覧ください。パルム以外のアイスの血糖値の検証やその他いろいろな食品でどれくらい血糖値が上がるのか実験していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではパルムを食べる前の血糖値は104からスタートです。それではパルム食べます。うん、いい色、いいツヤ。チョコとバニラが絡み合って最高です。一番好きなアイスかもしれません。美味しい。食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は108です。20分経ちました。血糖値は105です。30分経ちました。血糖値は106です。125です。150です。上がってきました。152です。152です。140です。132です。113です。下がってきました。104です。100です。今回はパルムを食べてどれくらい血糖値が上がるのか実験をしてみました。結果はスタートの値104からピーク60分の時点で152、その上昇幅は48という結果になり、その後トータル2時間で血糖値は元の値に戻っていきました。これまでいろいろなアイスで実験をしてきましたが、パルム意外じゃなかったでしょうか。濃厚な味わいでチョコレートまでついているのに、そこまで血糖値を上げない急上昇という結果にはならなかったのではないかと思います。以前食べたガリガリ君、ぐいっと血糖値を急上昇させましたが、それと比べると上昇幅も上昇の上がり方も意外とゆったり、そんなに急上昇させないアイスの一つと言えそうです。この理由としては、ガリガリ君などの氷菓子は加糖ブドウ糖液、食べたらすぐに吸収されて血糖値を急上昇させる、そういった素材が甘みの成分で入っていますが、パルムの方は確かにお砂糖、水飴など入ってはいるんですが、乳脂肪であったりトータルで脂質を多く含みます。ハンバーガーの動画でご説明しましたが、脂質を多く含むと食べた後の消化吸収が緩やかになって血糖値を急上昇させにくい傾向があります。その分血糖値を下げにくい傾向もあるんですが、パルムのようにそんなに
量がないので1本食べるぐらいであれば急上昇させずに、その後も比較的すんなり血糖値が下がる結果となったと考えられます。今回のパルムに関して言うと、いろいろなアイスの中で血糖値の観点で急上昇させないアイスと言えるでしょう。ただ乳脂肪分、脂質を多く含む分、カロリーとしては高くなりやすいので、くれぐれも食べ過ぎにはご注意ください。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今後もいろいろなアイス、またアイスに限らずいろいろな食品での血糖値の変動を実験検証していきますので、ぜひチャンネル登録通知をよろしくお願いします。今回の動画が役に立ったな、面白かったなという方はぜひグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。